はははい格闘宅ニュースゾースの雑でですす今今回回間違えたミートトファイトです今回は朝倉海、UFC 対戦相手発覚ぬるま湯のスパイ疑惑についてです。朝倉海ぴょんが夏頃に UFC で戦うことが発表されました。まだ対戦相手は分かりませんがなんとダナ・ホワイトの写真からソン・ヤドン選手が戦うことが漏れてしまったようです。 まあ、もちろんカイピョンを戦うか分かりませんが、濃厚ではないかと言われています。というのも、ライジンやベラトールから移籍した選手というのは、大体いいランカーと当てられるからです。イリーがオズデミア、そしてデブル・ケープが、なんと今、王者のパントージャ。 と戦ったり、そしてチャンドラーがランカーと戦ったり、かなりの割合でランカーと当たるのです。ただ朝倉海イピョ実力が伴っていません。ですので僕はどうなのかなと思っていたところ、一番いい相手を U.S.C. は用意してくれたようです。まあ U.S.C. も期待してると言ってもいいかもしれません。一番朝倉海イピョが勝ちやすい選手だと思います。正直一桁ランカーと当てる場合、僕は2人しか勝ち目がないと思ってます。後の八には何やったって勝てないと思うのです。その一人が。 ソンヤドン、そしてもう一人がロブフォントです。この選手以外にはまず勝てないんですが、u、UH、s も分かっており、より勝ちやすいソンヤドンを選んで今回対戦が決まったのではないでしょうか。で、ソンヤドン、まだ実は若い選手です。この一桁ランカーで言うと、ほとんど皆さん30代です。 MMA ファイターは30代前半が強いと言われています。キックボクシングはボクシングは30代前後。やはり反射系の競技なので反射神経が問われます。ただ MMA はグラップリング、レスリング、いろんな要素があるので、30代前半のいわゆる経験が積んだ状態が強いと言われています。その中で、今回ランカーで20代なのは2人だけです。チャンピオンのショーマリが29歳。で、ソン・ヤドが26歳と、ズバ抜けて若いのです。 ですので、まあ、経験が一番浅い、若い選手と戦えるということです。また、朝倉海歌の強みというのは、日本バンダム機においては、大きなフレーム、身長173センチ、リーチ174センチの大きなフレーム、そしてスピード、で、パンチ力です。で、弱点はレスリングローとグラップリングと言われています。ですので、言ってみたら、レスラー、グラップラー、 とは戦いたくないのです。言ってくると、ストライカーと戦わなければいけない。で、フレームも、ほとんどの選手がカイピョンよりリーチが長いのです。で、その中でリーチが短いのはヘンリーセフード。まあ、ヘンリーセフードはちっちゃすぎるんですけども、と、あとはソンヤドンなのです。ソンヤドン、実は身長はまあ170センチと同じなんですけど、リーチが170センチしかありません。まあ、なかなか外国人で身長より短いリーチはないのですが、体型を見た通り、ズングリムックムの、まあ、めちゃめちゃごっつい体型をしているのです。で ですので、フレームのでかさで、朝倉カイをン有利に立てます。で、スピードで言っても、朝倉カインステップを踏んでかなり速いですが、ソンヤドンはそこまでのスピードありません。ですので、スピードでも勝てる。あと、パンチ力。まあ、これは両方ともボクサー・ストライカー、まあ、同じようなタイプですので、5部と言えるでしょう。ですので、有利なのは朝倉カインです。ですので、今回、ソンヤドンが選ばれたのではないでしょうか。今回、ソンヤドン負けたとするとかなりヤバいのです。なんと、10位まで、10位以下になってくる。 ると10位が埋まるヌルマゴメドフですもう絶対勝てません,なんかツイッターで「埋まるぬるまごめ読」だったら勝てるんちゃうかみたいなの見いましたけど絶対勝てませんで次がカイラー・フィリップスでバチスタと行くんですけどもまず勝てないでしょうですのでここでぜひ朝倉開票には勝ってもらって次まあランカー上位と当ててもらう共同リアンあたりでしょうかね当ててもらってまああっさり負けて、まあ、それでも1勝1敗でまあ面目厄除と言いますか。 MMA そして UFC 好きとしては、まあ、朝倉海部に頑張ってもらわないといけませんのでここはどうにかソンヤドン勝てる可能性がある本当に唯一、まあ、2人ですねロブ・ホントとソンヤドンだけはどうにか勝てる可能性はありますので頑張ってほしいものですでしかも上手いのが スパイ疑惑なんですけども、ソン・ヤドン、ビンス・モライスと戦っています。これ何かというと、元矢優樹選手と戦った、ライジンで戦った選手で、朝倉海平を臨時コーチとして読んだ選手でもあるので、まあ、ソン・ヤドン対策もばっちり教えてくれるでしょうし、そういった裏工作が非常に上手いので、まあ、どうにか勝つ可能性はあると思います。ただ、僕としては、 客観的に冷静みたいいやっぱりソンヤドン有利だなとは思います朝倉海平の強いところは生かせるんですが、損ヤドン、打撃だけではなくて、一応、テイクダウンもできる選手なんです。グラップラーとかではないですが、テイクダウンも混ぜれる選手なので、打ち合いになった中で、損ヤドンには簡単にテイクダウン決められてしまうと思います。マネルのケープ、全然レスラーではないですけども、簡単に朝倉海平をテイクダウンしました。同じようなことになるのではないでしょうか。しかも、損野ドン26歳、まだまだ若いんですが、UFC で14勝、14戦してます。 で、朝倉海平は、もう正直、バンダム級最弱の渡辺修斗選手、アラン・ヤマニハ選手、滝沢健太選手、もう勝った当たり前選手としかやってません。その後、ギチャレルに負けて、で、元谷選手勝って、まあほとんど闇上がりのアーチュレッダー。まあこれはもう試合として含まれないでしょうから、閉じ合ってないので、全然もう戦績が違うのです。ソン・イヤドン、14戦やってますけども、チート・ベラともやってます。京都リアンともやってます。サンド・ヘイゲンともやってます。 謎たる選手であってるので、かなり厳しいのでありますが、まあ、頑張って、海平には勝って、日本の MM の地位を上げてほしいものです。そして、朝倉のみっくんは、朝倉海はチャンピオンになると思うと、またわけのわからないこと言って、勝手にブレイキング何でもやっておいてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日、ライブの配信ご覧ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。